3、2、1、じゃーん。皆さんこんにちは、ちちゃです。今日は簡単かわいい花の巻き寿司の作り方をご紹介します。手土産にお弁当に、お正月に、ひな祭りに、お花見にぴったりな巻き寿司となっています。失敗しないコツなども紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではかわいい巻き寿司の作り方を紹介しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。本日使う食材はこちらです。概要欄に詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。まず最初に海苔を準備していきましょう。海苔には裏表があります。ザラザラ面が裏、ツヤツヤ面が表です。ツヤツヤの面を見せたいので、ザラザラしている方に寿司飯を乗せていきます。前景海苔を2枚使っていきます。これを縦半分にカットしましょう。前景海苔1枚分を3等分にカットしていきます。海苔を三つ折りにすると綺麗に切ることができます。この縦半分にカットしたものを1枚、三つ折りにしたものを5枚使っていきます。次に食材の準備をしていきます。スティックチーズはこの QBB のものを使っていきます。魚肉ソーセージの細いタイプでも代用ができます。スティックチーズを剥いていきます。矢印のここからと書いてあるところから剥いていきましょう。折れないように気をつけて優しく剥いてあげてくださいね。次に桜でんぶを用意します。桜でんぶは大さじ1杯使います。寿司飯 100g を用意します。寿司飯の美味しい作り方はこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。食材の準備ができました。それでは次にピンクの寿司飯を作っていきましょう。桜でんぶを寿司飯の中に入れ混ぜていきます。ねちねち混ぜるとお団子状態になってしまうので、優しく混ぜていきましょう。この寿司飯を5等分 20g に分けていきます。これで準備 OK です。それでは早速花びらのパーツを巻いていきましょう。まな板の上に巻き巣を用意します。糊と同じく裏表があります。凹凸のある方が裏、平らな方が表です。巻き巣の紐が上に来るように置いてあげます。3等分にした糊1枚を使います。ザラザラ面が表に来るように置いてあげましょう。巻き巣と糊の下線はいつも一緒です。ピンクの寿司飯 20g を手の中で棒状に伸ばしていきます。できるだけ寿司飯の量が均等になるように伸ばしてあげてください。糊の下1センチくらい開けておきます。置くことができたら寿司飯の形を整えてあげましょう。人差し指ぐらいの幅になるようにしましょう。幅が太すぎると綺麗に巻けないので注意してください。ここまでできたら糊の上端に寿司飯に3粒をつけて指で潰します。透明になるくらいまで潰してあげてください。こうすることで巻いた時海苔がペラペラしにくくなります。それでは巻いていきます。親指と人差し指で巻き巣と海苔を一緒に持って寿司飯に海苔を貼り付けます。そのまま持ち上げて寿司飯を少し手前に押し込みます。巻き巣が下の海苔につくまで巻きましょう。下の海苔についたら少しキュッと締めます。巻き巣を浮かせ、利き手で巻き巣を持ち、反対の手を巻き寿司の上に添え転がしていきます。巻き寿司に添えている手は優しく添えるだけ、ギュッと押しつぶさないようにしてくださいね。これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。別角度でもう一度説明します。ピンクの寿司飯 20g を手の中で棒状に伸ばしていきます。海苔の下1センチくらい開けておきます。置くことができたら寿司飯の形を整えてあげましょう。人差し指ぐらいの幅になるようにしましょう。ここまでできたら海苔の上端に寿司飯に3粒をつけて指で潰します。透明になるくらいまで潰してあげてください。親指と人差し指で巻き巣と海苔を一緒に持って寿司飯に海苔を貼り付けます。そのまま持ち上げて寿司飯を手前に少し押し込みます。巻き巣が下の海苔につくまで巻きましょう。巻き巣を浮かせ、利き手で巻き巣を持ち、上に転がしていきます。これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。綺麗に巻くことができましたね。これと同じものを合計5本巻いていきましょう。それではお花の形に組み立てていきましょう。巻き巣をこのような形で持ちます。中央に花びら1本置きます。その左右に花びら2本を置いていきましょう。真ん中に隙間ができますので、ここにチーズを入れます。チーズは花びらのパーツより長さが短くなっています。真ん中に置くのではなく、どちらかの端に合わせて置いてあげてください。この足りない部分は後ほど寿司飯を入れるので気にしなくて大丈夫です。チーズの左右に花びら2本を置きます。横から見てお花の形になっているか確認しましょう。お花の形になっていたら巻き巣をきつく巻きます。こうすることで花びらと花びらがくっついてくれます。お花の形に巻くことができました。このまま切ってしまうと、せっかく作ったお花の形が崩壊してしまうので、半分にカットした糊を使って巻いていきます。糊を縦に置きます。ザラザラ面が表です。糊の上端に寿司飯に3粒をつけて指で潰して
しておきます。お花のパーツを糊の下少し開けておきます。そのままくるくる巻いていきましょう。完成です。横から見るとこんな感じになっています。チーズが足りなかった方には寿司飯を詰めていきます。足りてない部分に白い寿司飯をそのまま詰めていきます。こうすることで平らになるので切って並べた時に高さが揃い、より綺麗な巻き寿司を作ることができます。お花の巻き寿司巻くことができました。糊が馴染んだらカットしていきます。細巻き細巻きの詳しい切り方についてはこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。巻き寿司を切るときは包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾またはキッチンペーパーを用意してください。巻き寿司を切る前に包丁の刃先を手酢につけ濡らしておきます。こうすることによって寿司飯が包丁につきにくくなるので綺麗に切ることができます。巻き寿司は10センチ長さになるので、これを4等分にカットしていきます。まずは真ん中5センチ5センチでカットします。こちらの目盛り付きまな板についてはこちらの動画で説明していますので、ぜひご覧ください。巻き寿司を切るときは押し切りは NG、 包丁を大きく上下に動かしながら切ります。3、2、1、じゃーん、かわいい、かわいくできました。巻き寿司を切ると包丁が汚れるので、濡れ布巾またはキッチンペーパーで綺麗にします。綺麗にすることができたら包丁を再度手酢につけて濡らしておきます。次は 2.5センチ、2.5センチのところでカットします。先ほどと同様に包丁を大きく上下に動かしながら切りましょう。これで可愛いお花の巻き寿司が完成です。とっても可愛いですね。今日はお花の巻き寿司の作り方をご紹介しました。とっても簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。本日の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。お花の巻き寿司とっても可愛かったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。